はい。大頭正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、えー、今回の動画は、おっさんレンタルと、えー、8月19日に行われるオフ会に関するね、えー、お話をさせていただこうというふうに思います。よろしくお願いいたします。えー、実はですね、ま,あ、まずあの、おっさんレンタルの方からお話しさせていただきますけども、まあ、実はですね、まあ、昨日、そして今日、 レンチャンでまあまあ人は別なんですけどねあの昨日は男性の方今日は女性の方なんですけども、えー、お二方にレンチャンでレ、えー、ンタルを <laughs> していただきましたはいまあ本当にねありがたいことにいま、えー、だに週1回のペースで、えー、誰かしらからレンタルをしていただいているということでね本当とにありがとうございますえー もう NHK 党とは関係ない、しかも,もう、ね、議員でももうなくなるという立場のこの大橋正信にですね、こうやってね、いまだにこう気にかけていただいて、まあ、レンタルしてでもお話をしてやろうというふうに思っていただける方がねいらっしゃること、本当に感謝申し上げます。あありがとうございますますたねあの まだレンタルしたことないよと、えー、レンタルしてみようかなと思っていらっしゃる方はね、ぜひ、えー、お産レンタルのホームページであったり、もう私のね、概要欄のところにも確かリンク貼ってありますんで、そちらのリンクをね、たどって、私を、えー、レンタルしていただければというふうに思います。えー、もう30分でもね、1時間でも OK, OK ですし、えー、別にね、対面でなくても、リモートという形で、まあ、基本的にはね、LINE 通話、LINE のビデオ通話、 ででで対応とということにも可能ですのぜひね気になる方、えーまあ、問い合わせも結構ですし、えー、レンタルねしていただければというふうに思いますで昨日ね、えー、この方不渡、まあ、客って言いう方でいいのかな結構頻繁にねレンタルしていただいている方ですで基本的にこう対面でねわざわざ柏まで来ていただいて えーまあ、喫茶店に入ってねお茶をしながら、えーまあ、1時間ゆっくりとお話しさせていただくという方なんですけどもまあ私ね、まあ、日頃日頃っていうかおっさん連弾の方便にも書いてありますけどもまあプロレスが大好きでね、えーまあ、よくまあ最近は会場には行けてませんけどもまあ以前はね、まあ、何度か。 会場に足を運んでプロレスの試合に行ったこともありますし、まあ、よく YouTube とかでもね動画を見ているんですけども、まあこの方ね、まあまあ私以上に <laughs> 熱心なプロレスファンでね、まあ特にえっ、ー、とまあ僕なんかはね、なんだろう、まあ基本的にはこう90年代、まあ三なんだろう、三十当分三十手とか、視点のプロレスとか、まあ女子プロで言えばね、まあオールスター の頃があったんですよ。オールスター戦がね結構盛んな時期があって、まあ、その頃は結構僕の中のピークなんですけども、まあ、とはいえねやっぱりこうプロレスが僕が入った入り口っていうのは当然昭和プロレスアントニオ猪木さん、えー、藤波辰巳さん長州力さん全日本で言えばジャーナント馬場さんジャンボ鶴田さん、えー、天竜栄一郎さん、えー、そういった方たちのねプロレスを見てこう 少年時時代は、ね、起用していたって時期がありますでそういった時期の頃をねものすごくこう愛されているプロレスファンの方で、えー、ご自身のね何 <laughs>、えー、だろうえー、っとなんだこうご自身のこうなななんていうのあれ言葉飛んじゃったなあー、えー、ああ出てこないあもう50近いとも言葉が忘れちゃうなこうコレクションだ コレクションしてるね、映像の中の、こう、寄りすぎりというものをね、いただきまして、前回は CD3、DVD か、DVD3 枚いただきまして、今回もね、2枚いただきまして、全部で5枚、ご自身のコレクションの中から、え厳、ー、選、寄りすぎりのものをね、送っていただき、あ、ちしていただきまして、ありがとうございます。本当にね。 え、宝物の一つになりました。ありがとうございます。はい。まあ、こういったこともあり、今日、そしてまたね、今日は、今日で、まあ、女性の方にレンタルしていただきまして、まあ、この方もね、わざわざ鹿島まで来ていただきまして、えー、1時間ね、お茶をしながらお話をさせていただきました。で、こんな、こんな感じの、工事コーナーでね、えー、買っていただいた、 あなんかマドレーヌって書いてありますね。まあ、ちょっとね開けましょうか。せっかくいただいたんで。えー、よいしょ。これマドレーヌをね、えー、わざわざあの、市議会議員としての、政治家としてのお仕事、お疲れ様でしたということでですね、わざわざお土産までいただきまして、本当にありがとうございます。よいしょ。開けましょうか。いきますよ。せーの。 あべって感じでね。おーっとこんな感じの、こんな感じのマドレーヌをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。お気遣いいただきまして。お、なんか入ってる。よいしょ。3年連続金賞受賞って書いてあますね。<laughs> 3年連続金賞受賞なんですね。すいません。あまり僕、存じ上げないんですけども。これは、オレンジ。 オレンジマドレーヌかなオレンジかなあバターんあ、バターですね。ごめんなさい。え、あ、バター、バターマドレーヌですね。バターマドレーヌ。はい。と、あと、ショコラ。ショコラマドレーヌの2種類ですね。はい。2種類いただきました。ありがとうございます。すいません。お気遣いいただきまして、感謝申し上げます。あの、別に、あの、もちろん、あの、 このよにね、お気遣いいただくことは本当にありがたいし、もう感謝しかないんですけども、だからといって、あの、手土産なしだら合わないってわけじゃありませんからね。<laughs> そこ、あのご、誤解のなきをお願いいたします。はい。もうこ、あの、ね、こうやってお土産をいただけることが異例であって、あの、必須ではありませんから、<laughs> そこを誤解のなきをお願いしますね。もう純粋にレンタルしていただくだけで本当にありがたいんで、それプラスね、このようにお気遣いいただけるっていうのは本当にもう、 もう申し訳ない気持ち、本当に申し訳ないと思うんですけども、えー、本当にね、ありがとうございます、お気遣いいただきまして、ぜひね、えー、皆さんも気軽に、気楽に、レンタルしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、えー、話変わって、えー、っと、なんだっけ、オフ会か、オフ会の話になるんですけども、なかなかね、毎回動画で冒頭言えばいいんですけど、ついつい忘れてしまうんですけども、えー、今月8月、 19日ねオフ会を開かせていただくことになっております締め切りがですね8月12日の土曜日までに私大橋の本にご連絡いただければというふうに思いますぜひ、えー、ね多くの方に参加していただいてですねまあ最後政治家としての皆さんに対する感謝の言葉を伝えることができたらと思っておりますのでぜひね迷ってらっしゃるそこのあなた <laughs> どれだけ回ってるかわかりませんけども、ぜひね、参加していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まだ場所の方は決まっておりません。で、場所は、ね、決まり次第、えー、個別でご連絡させていただこうというふうに思っております。えー、もう何、何度かもう面識があってね、もう顔と名前が一致する方に関しては、Twitter、まあの DM とか、えー、メッセンジャーとか、ショートメールとか、まあ、そういった作業のね、まあ、文章でのやりとりでも全然 OK なんですけども、まあ、 あまりね、こう、接点がなく、面識がなくという方の場合は、大変申し訳ありませんが、基本的にはお電話でご連絡いただければというふうに思います。えー、まあ、あまりね、変な人が、え参加したことによって、その場の空気、雰囲気が悪くなるっていうのはね、避けたいという気持ちがありますので、まあ、基本的には、ウェルカムなんですけども、まあまあ、橘高信者とか、ね、東谷信者とか、 バカ信者とかあ、ボンクラとか <laughs>、えー、外役とか <laughs>、大橋正信アンチとか、そういった方々はね、もう排除というふうに思っておりますんで、そうじゃないという方はね、ぜひご参加していただければというふうに思いますすよろししくお願いいたします告知は以上です。